兵庫のカイトって言います。はい、好きな食べ物、好きな食べ物は、うん、アイスです。アイスです、うん、アイスで好きな女の子の名前は、いや、ちょっとそれはプライベートなので、あ、プライベートなのでダメなんですか。はい、じゃあ好きな教科は体育です。体育ですね、はい。年齢は9歳で、うん、好きな食べ物は、うん、好きな食べ物はリンゴです。リンゴなのか、うんうん。じゃあ好きな夜ご飯は、夜ご飯、うん、夜ご飯は、うん、好きな夜ご飯ステーキだ。ステーキ一番、じゃあ好きな、好きな朝ご飯は、好きな朝ご飯は、うん、パン。パン、ああ。じゃあ好きな教科は、好きな教科は体育、うん、みんな体育好きやな。じゃあ好きな女の子の名前は、クラスだけじゃ、何組何組の子が好きなの。いない。クラスだけ、いや絶対いる。クラス3年1組、うん、3年1組の子が好きなんやな。よし行くか、じゃあ行くぞお前ら。はい、バユーセイコアニピンさん、あ、どうした。アニピンさんって血液型、血の形、血液型はね、俺あの WXY だよ。わかります。俺の血液型を調べたらどうなんの俺。いや、住所がわかるかなって。え、俺の血液型調べたら住所がわかんの。多分。え、俺今脅されてる。いいえ。え、じゃあなんで血液型聞いたの。俺血液型で住所バレんの。多分。じゃあなんで聞いたの。住所バレるかもしれないのに。なんで今俺を困らせようとしたでしょ絶対。おい、今アイペンさん僕のこと困らせてますよ。今俺はお前のことを困らせてんの。はい、今困ってます。でも血液型聞いて住所を晒そうとしたやん君。俺の、いえでも聞いたやん、住所わかるよって言ったやん。いやわかんないです。脅しやん、脅し、脅迫罪だよ、脅迫罪。脅迫罪だよ、カイト君、脅迫罪だよそれ。うわ怖い。いやこっちのセリフで、いや怖い、それ俺の方が怖いもん今。俺が怖いって思ったらそれはもう脅迫罪なんだよ。うわやったな、やっちゃったな。ああ今見てる550人全員、ああやったなって言ってるよ。わあ俺やば、住所バラされたわ。きちい。血液型でどうやって住所がわかるの。いやわかんないかもしれません。わかんない、わかんないかもしれないってことはわかるかもしれないってことだよね。あ怖いな、はい、頭のいい人しか。何、頭のいい方、頭のいい方がいたら血液型で住所わかんの多分。え、その頭のいい人と知り合いなの君は。いやー違いますね。あ、違うんだ。でも頭のいい人にお願いしたら俺の住所バレるってことだよね。はい、ってことは俺もしかして今俺血液型言ったから住所バレるかもしれないの俺。え言ったんですか。言ったんですかってお前が聞いたんだろほんまに怖いじゃない、こっちのセリフだよ怖いって。神の元や。おめでとうね。ガソスか。だってこいつ俺の住所血液型バラそうとしたもん。許せんやんそんなん。そうだけど。すいませんよ次から。ああ。怖いってこっちのセリフじゃって。だって君が俺のさ血液型さ教えてって言ってさ、まあそん時はさまだ住所とか言ってなかったけどさ。血液型言った瞬間さ住所が分かるよって言われたらさ怖いやん、分かんのかなって思うやん。
しかもその後にさ、アリケンさんは私を困らせてるみたいなこと言われてもさ、すげえ、なんだあれ、ちょっとそれは世間は許してくれやせんよ。メイドって言ったら、まあ、秋葉のアイドルみたいなもんですからね、それはちょっとね、世間は許してくれやせんよ。怖いな、血液型言っちゃったからな、 XWG だからな、俺の血液型バレちゃうな。かっこつくん、ゾッとする怖い話言ってみていい？ゾッとする怖い話いいよ。じゃあちょっとこの話するよ、ゾッとする怖い話、してみて。ね、ある日ね、会社で、その大人がおったんよ。大人がおった、その人は、歯が痛くて歯医者に行って治療してもらって、まだ歯が痛かったけど、その会社の友達が、焼肉食べに行こうぜとか言ってきて、でその歯が痛い人は、ごめん無理や、歯が痛いんだって言ったけど、その友達は、そんな関係なく行こうぜとか言って、で行ってしまって、でその人はステーキをバン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 食いとったんよ。バン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 食ったんか、ステーキを。でしたら一つだけ買ったお肉があったんよ。あ、買ってお肉があったんか、ブラジル産かな。でなんか噛めないなと思ったら、ベロを開けてみたら、口を開けてみたら、ベロまで噛んでたの。あ、ベロまで噛んでたの。うん、それだけ。あ、うわー怖いね。硬いもんね、ステーキ。間違えてベロを食べてたってことでしょ。わー、ゾッとした。いや、お肉も食べてた。あ、お肉も食べて、その、お肉とベロをあの、ハンバーガーみたいに合わせて、食っとみたい。ああ。見て。いった、そうだね。うわ、ちょっと。すごい、ありがとう。ありがとう。すごい、ゾッとした。もう、これで夏を乗り切れるぐらいゾッとしたよ、俺。すごい、クールビューティー。ジジェ。全然喋らなくない、黒い人。ちょっと君の名前わかんないけど、この人の名前何、君の名前何、おい、君の名前何、本物の本名だけ、本名っていうか、その俺がなんて呼べばいい。春でいいよ。高飛でいい。いや、なんかまあいいよ。じゃあ高飛でね。じゃあ高飛で。高木くんに似てるね。高木くん、ん？じゃあ高木くんでいい？待ってピーマン。え、なに？スタップ細胞？スタップ細胞あります？ねえよ。ファイブX。ちょっと俺回復する。カイト君、俺の住所は分かった？ところで。敵います！助けてください！死にます！さよなら。ナイスナイスナイス。今行きます。もういないよ。やば、後ろにもいる。こんな感じな。じゃあな、みんな、今までありがとう。お前のこと忘れないぜ。忘れないよ。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ。くれんのに。みんなはもう春休みなの？春休みだよ。あ、みんな春休みなんだ。じゃあ春休みは何するんですか？一人ずつ行っていきましょう。上の人から。青の人から。じゃあ、たかしから行って、たかしから。春休み何したい？たかしはずっとゲームする。じゃあ、こまるちゃんは？僕は、僕は何するの？ゲームをいっぱいして、ゲームをいっぱいして、うまくなるの。フォートナイトうまくなるんだと。もう一個のいっぱいゲーム買っていっぱいうまくなる。もう一個ゲーム買ってそれもうまくなると。なるほど。じゃあカイト君は？めっちゃ重視する。僕は夜中までずっとゲームやって、プロゲーマー目指すんか。
外に出て遊べ。外で缶蹴りやら鬼ごっこやらしてこいて。缶蹴りはね怖い、うん、缶蹴り怖い。どこが缶蹴りの…缶蹴りは、うん、缶を蹴るときが痛い。缶を蹴るとそんなお前コンクリートでも入ってる。待て、話聞いた、話聞いた、うん、缶蹴りは、うん、その男と女子たちは、女の子たちは、うん、その女の子たちは、うん、その缶蹴りを持った子が外に、うん、あそこ缶蹴りを取ってきたんよ、うん、でその女の子は、うん、じゃんけんをして騙そうって言ったんよ。じゃんけんで騙そうって言ったんか。でその男の子は帰ってきて、うん、でその女の子は、うん、その男の子にパンしてって言ったんよ。パンしてで、その、うん、パー出してって。あ、パー出してって。で、そのみんなはチョキを出して、あ、負けたーってやって、うん、で、その子は、うん、あの、その子を見た人は、うん、必ずそこで死ぬっていう。え、急展開すぎない？だから俺は関係ないが怖いの。お、え、かん、え、じゃんけんで負けただけでみんな死ぬの？やばくない？それ、理不尽も、うん、え、急展開、びっくりした。しんな、あ、そういうのがあるからコマちゃんは缶蹴りをしないの？そう。わあ、そっか。じゃあカイト君は何するの春休み？あ、聞いたか、聞いたか。夜遅くまでゲームしてプロゲーマーなるんか。はい、やべ、体力4やん、やばいぞ。あー、むしし、むしし。待って、これ絶望じゃない？これ無理じゃね？無理だよね、これ。無理じゃね？これ無理やろ。あ、無理でしょ、ね、やった、ミッションクリアした。ちょっとマジで耳痛い、本当に耳痛いんだけど。あ、ねえねえねえ、ガコツくん、ちょっと誰かなんかサーガコツくん、誰かサーフィンして、うん、あれ、今からさ、うん、あの、ニコさ、怖い話言っていい？いや、もう大丈夫です。あ、はい、うん、もう大丈夫。もうさっきのでもう怖すぎて、もうと夜おしっこ行けなくなるやん、コマちゃん。そんな怖い話するとさね。あのね、うん、ある日ね、その男の子に黄色の服を着てる人がいたんよ。え、で、その人は、その男の子は、うん、その返事しなかったから、その人は死んだの。え、返事しなかったら殺されたの？だからみんなは返事をちゃんとしようね。はい。カイト君、でもこの500人の目の前で俺の住所を晒そうとしたんだよ、カイト君。いやいやいや、うん、俺は超怖かった。予防が500人来ちゃう。コマちゃんの話より俺はそれが一番怖かった、うん。それは知らんけども、おじいさんがその女の子に殺されるっていう話は知っている。ある日おじいさんがお亡くなりになろうとして、で、その女の子はそのおじいさんに、はい、ってことでね、今日は、小学校5年生2人と、小学校、あ、違う、小学校3年生、5年生、小学校2年生のね、子たちと、フォートナイトをしていきました。検証結果、話を聞かねえ。次回の動画でまたお会いしましょう。またな。バイバイ。